スミーを、では、ジョージ・ガーシュインの曲で、Somebody Loves Me という、可愛らしいスタンダードナンバThank you.
りました、Somebody loves me 誰かが私を愛してかわいいですね、それではじゃあドラムの八木沼君を、フューチャーしまして、これはバッド・パウエルの、まあ、多分すごく、ポピュラーな曲だと思いますけれども、ウンポコロコ、イエーイ、いいね、ウンポコロコ、あえてラテン語で、あ、スペイン語か、スペイン語で、ね、なんかちょっと変みたいな意味らしいウンポコロコ、八木沼ユースキャフューチャーします、はい、
していただきます。Thank you.
マル・パウエルの曲で、I'll Keep Loving You という曲でした。マル・パウエルがね、演奏してる映像っていうのもいくつかあるんですけど、それじゃなくて、なんかプロモーションビデオチックね、あれね、なんかひたすらマル・パウエルがこうアパートの階段をこう降りていって、それから美術館とか、海辺とか公園とかこうただひたすら歩いてるっていうだけで、すっごい美しい、でもね、なんかすごい美しい映像があるんですよ。なんか北欧のノルウェーだかなんかあっちの方で、スウェーデンだかなんかあっちの方で撮られたやつらしいんですけど、そう、もうすごくな、まあ、白黒のね、もちろん白黒のフィルムで、だから白黒なんで、着てる服の色とかよくわかんないんですけど、なんかベレー帽をかぶって、でコートを着てるの、そのロングコートがなんかブルーのコートだったらしい。それでその映像のバックで今の I'll Keep Loving You 本人が弾いてるのがずーっと流れていて、もうね、それは美しい映像、今多分 YouTube でも見られるんですよね。初めて見た時は気象映像でなかなかあちこちで見れなかったんですけど、今 YouTube で出てるんで、もしよかったら皆さん宣伝マンじゃないですけどでもあれはね、いいね、というわけで、そしたら今度は、浩平さんをフィーチャーしましょう。ブルース・イン・ザ・クローゼットでしょうか。じゃあ、マルド・タウェルにつなんで G と、これなんだっけ、オスカー・ピッフォードの作ったブルースで、ブルース・イン・ザ・クローゼット、バル・タウェルがやってるバージョンで、ね、G のキーで送り出しThank you.
またスペイン語のタイトルですね、のこれも、まあ、バド・パウエルの作った曲なんですが、ウナ・ノーチェ・コン・フランシス、これは、フランシスとの一夜という意味で、そのフランシスというのは、まあ、割と有名な人なんですけど、あのバド・パウエルをあのパリに呼んで、そのパリのバド の, その身の回りの、ね、世話をしたり、仕事の世話をしたりした、まあ、バド・パウエルのファンだった男性が、パトロンのようになって、すごいバド・パウエルに尽くした人がいるんですけど、フランシス・ポードラという人、その人 に,、その人に、バドが、まあ、捧げた曲だと思います。ウナ・ノーチェ・コン・フランシス。
Thank you.
Thank you.